1949年のロードレース世界選手権1949年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第1回大会である。6月にマンシマ TT ーレースで開幕し、イタリアモンザで開催される最終戦まで全6戦で争われた。第2次世界大戦前に各国で開催されていたグランプリレースをフィムが統括し、 統一のレギュレーションの下で、初めて世界選手権シリーズとして開催したのが1949年で、ある。4つのクラスが全6戦で行われたが、すべてのクラスのレースが開催されたのは、オランダ GP のみで、6つのグランプリすべてで、開催されたのは 500cc クラスだけだった。また、世界選手権とはいうものの開催されたのはすべてヨーロッパであり、 専用サーキットでのレースは、イタリア GP が開催された、モンツァだけでたはすべて行動を閉鎖した、行動コースであった。ただし、開催数こそ少ないものの一戦ごとのレース距離は、過酷なもので、シ島では 500cc クラスで 420km 以上、走行時間は3時間近くかかり、ダッチ TT でも 300km 近いレース距離だった。ちなみに、 近年のグランプリのレース距離は 100km 程度で、1レースにかかる時間は40分ほどである。選手権に出場したのは、戦前から活躍していたライダーやメーカーが多かったが、ドイツ人ライダーやドイツのメーカーの参加はこの時点では許されておらず、戦前のマンシマ TT などで好成績を残していた BMW や DKW は出場できなかった。また、 戦前のレースで流行したスーパーチャージャーなどの下級機は使用が禁止されたため、a j ズ・やジレラはもともとスーパーチャージャーの装着を前提にデザインされたマシンを自然吸機仕様にして出場した。一人のライダーが異なるファクトリーのマシンで複数のクラスに出場するということが普通に行われていたのも、後のグランプリでは見られなくなった、この時代の特徴である。 開幕戦のマンシマでこそ信頼性に優れる短気頭のノートンに乗るハロルド・ダニエルが勝利したものの、ノートンはこの一勝のみでシリーズ全体では2気頭のエイジェイズと4気頭のジレラの争いとなった。マンシマでもスタートから3時間の時点ではエイジェイズのレスリー・グラハムが2分リードしていたがゴール目前でマシントラブルによってストップ、マシンを押してのフィニッシュで10位となった。 残る5戦では、エイジェイズのグラハムとジレラのネル・パガーニが、お互い2勝ずつと互角の戦いを繰り広げた。残る1勝はベルギーでエイジェイズのビルドランが記録したもので、最終ラップの最終コーナーで、あるシソ・アルテジアーニとエンリコロレンツェッティを抜き去って、逆転するという劇的な勝利だった。シーズンの合計ポイントでは5戦全てに入賞した、パガーニがグラハムを上回ったが、 上位入賞した3000分のポイントを有効とするという、この年の有効ポイント制により、タイトルは2位入賞が一度あった、グラハムのものとなった。500cc クラスの初代チャンピオンとなったグラハムは、戦前のレースですでに、スターとなっていたライダーで、この年にはすでに37歳になっていた。これは最高峰クラスにおける、最年長チャンピオン記録として、未だに破られていない。 イギリスのベロセットは戦前の単気筒モデルをベースにした d o h c のマシンを 500cc クラスと 350cc クラスに投入していた。500cc クラスでは戦闘力を発揮することができなかったが、350cc クラスでは圧倒的な速さを見せた。ベロセットに乗るフレディ・フリースは開幕から3連勝を飾り、上位参戦の有効ポイント制のために、 第3戦のダッチ TT で早々にチャンピオンを決定したのである。フリースは残る2戦も連勝し、クラス全勝でシーズンを終えた。開幕戦のマンシマではノートンに乗る、ベンドリンクウォーターが4周目にクラッシュして死亡した。これがロードレース世界選手権における最初の死亡事故となった。イギリスのメーカーが中心となっていた大排気量クラスに対し、中小排気量クラスは、 イタリアのメーカーが主導権を握っており、250cc クラスを支配したのは水平短気筒エンジンの元グッチだった。元グッチはエースライダーのブルーのルフォの他にもアイルランドのマンリフ、バリントンやスコットランドのベテランレーサーであるファーガス・アンダーソンら有力なライダーを揃えて臨み、ルフォが唯一ライバルと呼べる存在だったベネリノダリをアンブロジーニを下してタイトルを獲得した。 125cc クラスは2ストロークのメガボルトアグスタ、モリーニと4ストロークのモンディアルというイタリアのサンメーカーの戦いになった。500cc クラスではジレラのマシンでランキング2位となったネッロパガーニがこのクラスではモンディアルに乗り2勝を挙げてタイトルを獲得した。ありがとうございます。